プロスピエースということで、今週のプロスピエースはですね、里崎がプロスピエースユーザーの皆さんにお伝えする未来に向けて、この選手はミキサーしちゃダメよっていうね、選手を皆さんにご紹介します。今はですね、プロスピのその中でもね、リアタイに使いにくいとかね、他を目指すのにはちょっとマイナスやとかね、特に12球団で、1球団だけじゃなくてね、12球団でやられてる方っていうのは、そういった目線でね、いろいろ選手をね、ミキサーにかけたりとか、いろんなことをしたりしながらね、選手をこう、区別ね、していってると思いますけども、今年の戦いを見ながら、この選手の数値は絶対上がるから、この選手は絶対置いといた方がいいっていうね、選手を、ご紹介していきたいと思います。まずはですね、西武ですね、絶対良くなるから、取っといた方がいいっていうのは、ピッチャー、平投手ですね、もう中継ぎ陣の勝利の方程式のね、一角として投げてますけども、今がですね、9位 73-B、制球 C、スタミナ C というところでですね、まあ、球種もストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップが全部いい評価で、まあ、カットボールが D というところで、まあ、全体的にね、数値がそんなに高くないですけど、こっから上がっていく可能性しかないんで、多分ストレートとかもね、下手したら B ぐらいに、なる可能性もありますし、変化球のね、キレもさらに良くなると思う。ここはもう、ミキサーに回さないで、絶対持っといた方が、平投手ね、起用、これから成長していくんで、使いやすい選手になるんじゃないかなと。里崎もちなみに、平選手の S はもうゲットしてます。で、次がですね、じゃあ、平つながりで、やっぱりね、横浜の平投手。これも絶対、置いといた方が、これもひょっとしたら今年中に、いいピッチャーとして出てくる可能性もあるんで、今はね、球威が60の C、制球67の、これあれだ。俺持ってるの A だから。平投手はまだ S が出てないのかな？今シーズンは。そうそう。平選手はね、まだ今シーズンね、S が出てないんだけどね、多分 S 出てくると思うんだよね。しかも、かなりいい評価で出てくる可能性があるんで、平投手の A をね、持ってる方っていうのは、このミキサーとかに回さないで、しっかりね、確保しといた方がいいと思うんですね。今変化球で言うと、ストレート、スライダー、カーブ、シンカー、そしてカットボールですけど、やっぱちょっとサイド気味に投げてくるんで、ひょっとしたら、まっすぐが自然にね、比嘉投手とかのように、必死に、まっすぐが自然にツーシーム系とかっていうね、なる数値も出てくると思うんで、DeNA の A は絶対持っといた方がいいですね。でちなみに、里崎はですね、平投手を1、2、3、もう4枚持ってます。もうレベル60まで2つして、あとまあレベル1が2つあるんで、これを全部レベル60にして、平投手の S が出た時に、すぐに極みができるように、もうミキサーとかにも回さないで、こう平投手はね、絶対、持っといた方がいいと思いますね。あとはですね、あと選手が上がる、能力が上がるから持っといた方がいい選手はですね、ロッテで言えばね、種市投手ですね。種市投手も、まだ、S が出てないんですよね、多分。種市投手もまだ S が出てないんで、このしっかり A は、まあ僕も A は持ってるんですけど、今がね、ストレート、フォーク、スライダー、スロースライダー、で、縦スラっていうところで、まあ先発中継ぎ両適性あるんですけど、ストレートの質がね、もうちょっと良くなる可能性もありますし、千賀と同じような、ひょっとしたらパラメーターにね、なってくる可能性もあるんで、種市もね、やっぱり皆さん、ミキサーに回さないで、持っといた方がいいと思いますね。今、すごい能力値が上がってきて、さらに良くなりそうなのは、辰巳っすね。辰巳 A もね、総力 A ですけども、まあもうちょっとね、ミートも、つきそうですし、まあ守備も A なんで、もっとさらに、能力値が上がってくる可能性もあるんで、やっぱ楽天もね、辰巳は、おすすめっすね。あと、鈴木大地が何気に絶好調なんで、ひょっとしたら、楽天に来てからのマックス数値を、出せる可能性があるんで、鈴木大地も今後持ってたら、さらに良くなっていく可能性がね、あると思いますね。あと次はどこ行こうかな。ソフトバンクはですね、東浜が今ね、まあ、昨年まではね、ちょっと怪我の影響もあり、あまりいいピッチングがね、できてませんでしたけど、ここに来て、東浜がめちゃくちゃいいピッチングしてますし、
まだ東山はね、S ランクが出てないんで、そう考えると、東山ね、一気に、まあ、東山はね、球種も多いし、まあ、ストレートね、まあ、ツーシームもあってもいいかなと思いますけど、まあ、高速シンカー、フォーク、スローカーブ、スライダーと、球種も多いですし、さらにね、今年の活躍で数値が上がるんで、東山の A をね、持ってる人は、しっかり育成してですね、あの、S が出てきた時に、一気にいけるようにしとくことがね、あの、ベストかなっていう、ね。で、続いては、日本ハム。日本ハムで、まあ、今年の注目株で言うと、野村がね、あの、いい形で育ってきてたんですけど、骨折したのがね、痛いかなっていうところのね、感じはありますよね。でもまあ今後ね、出てくる可能性もあるんでね、野村選手が出てきた時には、しっかり育成してですね、あの、未来に向けてね、持っといた方がいいかなってね。で、オリックス。オリックスで言うと、そうですね、やっぱあれじゃない？ヒギンスじゃない？やっぱ中継ぎのヒギンスはね、今非常にいい活躍してるんで、まあ今ね、あの、この外国人選手のやつで出てきたのがありますけど、あの、さらに普通の S が出てきた時に、あの、もっと活躍すると思うんで、ヒギンスはね、そのままも続けて、育成にね、しっかり力をかけた方がいいかなと思いますね。で、次が、ジャイアンツ。ジャイアンツは岡本がさらにすごくなりそうな感じがするんですよね。だから岡本選手はもうさらに極みに向けてね、より貯めていった方がいいかなっていうね、ところはありますね。あと中島選手がね、状態がいいんで、中島選手もどうなのかなっていうね、ところはあります。あと、まあ、DeNA やっぱタイガースよね。で、阪神。阪神で言うと、やっぱあれかな。青柳かな。青柳がもう今エースの風格で投げてるから、もっと良くなる可能性もあると思うんですよね。BBB。A、A とかあっても、スライダーとかもっと曲がってもいいような気がするね。あとツーシーム系とかね。あとシンカーとかもあってもいいかもわかんないですね。でも青柳はさらに、青柳欲しいな、俺も持ってないから。広島。広島は、まあ、ピレラじゃない。ピレラもっと良くなる感じがあるかも。さらに成長して。ピレラとかチャンスメーカーとかあっても面白い。まあ、一番だからね。ピレラはもっと上がってくるかも。わかんないですね。あと、中日。中日はだからあれじゃない。アリエル・マルティネスが出てくるんじゃないね。もうちょっとしたキャッチャーのね。それあったらもう、引きだね。絶対もう、絶対欲しい。アリエル・マルティネスは。あとやっぱ梅津。先発になってるから、梅津とかもね、出てくれば欲しいかなっていうところもありますし。いや、アリエル・マルティネス欲しいな、出てきたらね。キャッチャーでね。外国人、打撃もめっちゃ良さそうだしね。で、まあ、ヤクルトで言うと、だから西浦とかね。あとはその、ピッチャーのね、清水くんとかね。まあ、中継ぎで状態いいから、もう出てきたら面白そうだし。まあ、西浦とか、っていうところもね、欲しいなぁ。だこういうところ持ってる人たちは、しっかりミキサーしないで、育成にしていった方がいいですね。まだ西浦は A も出てないから、まあ、これからって感じかなぁ。シビアだよね、この、出てこないのも嫌だね。もし本人だったらね。A にもなってなかった、何者、早く欲しいね。もし自分が出てたら A がね。まあ、西武はね、平良だしね。もうこれで、とりあえず全球が一周したかな。でも、こういった選手は、今のね、今年のプロ野球でも活躍しますし、ね、あの、プロスペースユーザーの皆さんもですね、今後もですね、ちょいちょい、良くなってきてるんで、この選手たちは置いといた方がいいですよっていうところをね、リアル、だってまあ、プロスペアコラムの皆さんもね、リアルのプロ野球選手の成績をもとに、それを当て込んでいってるんで、やっぱりリアルのプロ野球選手の良し悪しが直結してくるんで、やっぱりいい選手はね、もしくは今後伸びていきそうな選手っていうのは、まあ今後ね、その自分のチームを強化するためにもやっぱ取っといた方がいいんですね。あの、そういったプロ野球解説者だからこそのですね、目線をこのプロスピエースのユーザーの皆さんにも共有していただくために、随時ですね、あ、こういった選手は伸びてきてるんで、置いといた方がいいですよっていう情報をですね、皆さんに提供していきたいと思うんでですね、あの、まあ、リアタイとかね、ゲームをして楽しんでる姿もお見せしていきますし、こういうプロ野球の生のプロ野球と直結してね、あの、皆さんに有益な情報をね、届けてできる、他のね、プロスピース YouTuber の皆さんに
ないアドバンテージだと思うんで、そういったところもね、皆さんに伝えていきたいと思いますね。まあ、プロスピユーザーの皆さんもね、こういう情報を聞きたいよとかね、こういうのどうなんですかとかっていうね、聞きたいことがあったらコメント欄にね、ぜひいただいてですね、生のプロ野球の声をですね、皆さんに伝えていきたいと思います。ということで、本日はありがとうございました。さあ、誰がいるの？堂林？今絶好調？医療？塩見、お総力へ。スパンジェンバーグ？からのバレンティンパワーへ。ロベロ、福田、横尾、大城、中地、梶谷、高山。はあ、こういうラインナップね。まあ、今売り出し中だとスパンジェンバーグ、堂林。まあ、スパンジェンバック守備結構守れる、いいと硬い、流し打ちラインドライブ走塁、バレンティンがパワーヒッターチャンス。いや、バレンティン欲しいな。まあ限界突破コーチがねついてるからまあいいけど、さあじゃあ行こうかな。さあ、あー、ノー欲しい。どうなのこれは。調子くんレッツゴーは、ノーレッツゴー。さあ、何もない。ああ、何もない。これはダメなのか。さあ、飛んでからのノーニッコリ。どうなの、小川、山川、若月、堀内、メヒア、玉井、松山、高橋周平、うん、こ、A の宮崎、さあ、もう一回、A のマーティン。残念。